その中でこうルグレーが、ね、選んだのはこういった日常の風景だったというのが、あの一つね、やっぱりこのルグレー その芸術家としての、まあ、アーティストとしての精神。はい、こんにちは、写真家の大和田です。今日は、まあ、GRTV 第2回ということで、まあ、前回はね、こうスティグリッツの話を、しましたけれども、まあまあ、僕の回はですね、毎回こうスナップショットにまつわる様々な、話をしていこうということで、前回はね、スナップショットの、まあ、元祖といいますか、まあ、重要なこう礎を、になったスティグリッツについて、お話していきましたけれども、今日は、まあ、そのね、先に、じゃあ行こうかということ、予想されるかもしれませんけれども、今日はですね、そのスティーグリッツよりも以前の写真家、こちらをですね、今度は、ちょっとね、遡って、ご紹介していきたいなというふうに思っています。今回紹介するのは、このギュスターブ・ルグレーという写真家です。これはセルフポートレートですけれども、まあ、非常にね、その頃のパリの、趣というのが、よく現れた写真かなというふうに思いますけれども、もともとね、このルグレー、これね、生まれた年1820年ということですので、写真がね、発明された年というのは、まあ、ご存知の通り1839年になります。まあ、フランスでね、ダゲールが発表したのが、1839年。まあ、イギリスだと、その2年後、1841年に、フォックス・タルボットですね、カロタイプと、いう方法を、発明しましたけれども、ルグレーはね、まあ、1820年ですから、19歳の時ですか、写真がね、発明されたということで、まあ、なんでしょう、なんかこう、写真が発明されたね、その、当時に生きてたっていう、その、感覚っていうのが、なんかすごくね、その、羨ましいような、不思議な感覚がありますけれども、まあ、19歳の、ルグレー、ね、写真に出会って、その頃、ルグレーはですね、まあ、美術の勉強、まあ、画家になるね、勉強を、していたというところになります。まあ、実際、ポール・ドラルーシュというね、まあ、非常に有名な、作家で、まあ、時代で言うとですね、新古典主義とか、ロマン主義というふうに呼ばれるような時代の、例えばアングルとかね、ドラクロワと同じ時代の画家がドラルーシュですけれども、まあ、実際ね、今ではね、皆さんこうアングルとかドラクロワみたいなもの、画家のね、名前っていうのは非常に、よくご存知かなと思いますけれども、実際当時はドラルーシュの方がね、すごく、評価を得ていたようで、まあ、その、まあ、非常に伝統的な絵画の、中で、まあ、いわゆるサロンというね、画家の、まあ、登竜門といいますか、そういったものがありますけれども、そういったところに、いる、まあ、正統派のね、画家の下で修行していたのが、このギュスターブ・ルグレーという人です。有名なのはね、そのドラルーシュが、初めて写真、見たときにね、これで絵画は死んだというような言葉を残したことが非常に有名な言葉として残っておりますけれども、そういった中で、ルグレーは、まあ、ルグレー自身もね、実はまあ画家としてこうサロンに入選したりとか、非常にね、優秀な道を歩んでいた、まあ、サロン系の、作家ですけれども、まあ、そこから、写真の道にね、進んでいったということになります。で、すぐにまあ写真の、頭角を現していって、まあ、撮りつつも、こういろんなね、まあ、写真家志望の、人に、まあ、写真を教えるような教育者の役割もになっていく。ね、例えば、ルセックだったりとか、ナダールであるとか、マクシム・デュカンとかね、非常にこう、有名な、
あの写真家に写真術を伝達する役目も果たしています。で、一方で自分は、まあ、どんなね、写真を撮っていたかというと、まあ、これ、自分がね、暮らしていた、フォンテーヌブルーの、森、の写真ですけれども、本当にね、身近な、日常というか、そういったものをね、こう撮影してたんですね。例えばさっき出たデュカンとか、ナダールなんかっていうのは、ナダールはね、こう人物の写真、まあ、肖像写真で非常に有名ですし、まあ、気球からね、こう撮った写真なんかも有名ですけれども。まあ、デュカンなんかは、いろいろね、エジプトとかヌビアとか、あの辺をこう旅して、一冊にまとめた写真が有名な、まあ、非常に冒険の中で、こう様々な建造物だというか、そういったものを残したことで有名ですけれども。一方で、ル・グレーは、自分のライフワークというかですね、そういったところでは、本当に身近な、このフォンテーヌ・ブローの、森のスナップなんかを、撮影してたわけですね。まあ、実際、まあ、写真が生まれて、そこでじゃあ何を撮ろうということになると、やっぱりね、未開の土地だったりとか、まあ、誰も見たことがない、風景だったりとか、そういった絶景なんかをね、撮ろうとするということは、もちろん考えられますけれども、その中で、こう、ル・グレーがね、選んだのはこういった日常の風景だったというのが、一つね、やっぱりこのル・グレーの、その、芸術家としての、まあ、アーティストとしての精神、そういったものがよく表れてるんじゃないかなというふうに思います。ね、これなんかも、まあ、一見ね、本当に、何気ない、道をスナップしたような写真ですけれども。まあ、前回のね、スティーグリッツの時代も、ハンドカメラではなく、まだね、大きいカメラでしたけれども。もちろんこの、ル・グレーの時代も、非常に大きなカメラを使って、こういった何気ない風景を捉えていると。まあ、このあたりのね、風景で言うと、ル・グレーの研究家なんかの、書籍なんかね、読んでると、まあ、例えばこのセザンヌの、風景画だとかね、そういったものと並べて、その共通点とかね、そういうものをこう、論じているものもありますけれども、本当にね、その、まあ、印象派の、様々な画家もそうですけれども、その何気ない風景の中に、自分の芸術としてのモチーフを見つけ出していくというようなところが、やっぱりね、僕がこう考えているスナップショットの、精神のね、こう、現れになってるんじゃないかなと思いますし、そういった意味で、いわゆるこうスナップショットの文脈で、こう、ル・グレーを見ていくと、まあ、非常にね、面白いんじゃないかな、というふうに思っています。で、この森、まあ、フォンテーヌブローって、パリからだいたい、何分ぐらいかな。3、40分ぐらいのね、まあ、電車で、行けるような場所にある。まあ、非常にこう、なんていうんでしょう、城とかもあったりね、なんていうんでしょう、伝統的なすごく豊かなこう風景を持った街で、まあ、その中のね、森ですけれども、その森を通っていく中で、まあ、最初のね、初期の頃は、これもね、こっちは、ガラスネガティブかな。だから、こっちはね、それ以前に撮られた、ワックスペーパーネガティブといって、ル・グレーってすごくこう実験精神に溢れた人で、できるだけこうシャープに、こうしっかりと写真を捉えたいということで、独自にね、結構写真術を、いろいろ改良してたんですよ。実際1839年に写真ができてから、細かい改良っていうのはそのね、何十年かの間でいろいろあったんですけれども、まあ、決定的なのは1951年に、ここガラスネガティブを使ってますけれども、コロジオン出版というね、方法が現れたというのが、まあ、一つ非常に、決定的な出来事で、このコロジオン出版が現れてから、まあ、そのね、こう非常にこう、明瞭な、写真を撮れるようになって、この感度なんかもね、上がってきて、まあこれなんかもこう、ちょっと背景をぼかしたりしながら非常に、
映像表現をね、こう駆使しながら撮影されているのが分かりますけれども、それ以前というのは、このカミネガを使ってたんですね。で、カミネガっていうのはね、まあ、タルボットなんかもそうでしたけれども、まあ、その厚みがあったりとか、いうことで、どうしても、金属板を使うダゲレオタイプとか、あとはその後のね、ガラスネガティブを使う、コロジオン湿板なんかと比べると、少しシャープさに欠けるんですね。で、それをどうしたら、シャープに捉えられるかということで、このカミネガにですね、こうワックスを、ロウを塗ってですね、活面にして、そこにネガを打ち込むというような様々なね、こう独自の工夫をして、シャープな絵をね、どうにか撮ろうというふうに考えたのが、このルブレーの写真の方法なんですね。まあ、そういった意味で、ルグレーっていうのは非常にこう、実験精神に溢れた、ところがあって、そういったいろいろな方法を、この、森のね、中で撮影するスナップショットの中で、試していったというところがあります。まあ、一方ね、この、1951年には、まあ、フランス政府、まあ、当時のフランス政府からですね、ミッションエリオグラフィックと、いう、ものに任命されて、まあ、それ5人ね、こう、5人、写真家を集めて、そこで、政府が推し進めるような、まあ、歴史的な建造物だったりとか、そういったものをね、こう、捉えていく、記録していくような仕事ですけれども、そういった職業、まあ、職業的にはそういうものについていくんですね。で、まあ、その時にルセックとか、あとはイポリット・バイアールなんかとね、一緒に仕事をするようになっていくと。まあ、イポリット・バイアールというと、まあ、非常にね、なんか、こう、不遇の発明家みたいなね、イメージが、ありますけれども。先ほど1839年に、ダゲレオタイプが発明されて、その後ね、1941年に、タルボットのカロタイプが、発明されたというのを写真の発明ということで説明しましたけれども。実はね、その頃、こう、同時代にいろいろ、こう、写真の研究をしている人はいて、バイアールもその一人だったんですね。ですから、1839年の時点で、本来ならバイアールも写真を発表できていたと、いうふうに、言われていて、で、バイアール自身も、政府から、どうしてもそのダゲレオタイプを進めるから発表するな、というような形で止められていて、結果的に、こう、写真の発明という歴史的な偉業を奪われたということですね。まあ、その、抗議の意味も含めて、こう、歴史者としての私というような、世界で初めての、まあ、セルフポートレートによる、社会への抗議みたいなことをしたのが、イポリット・バイアールという人なんですね。だから、ま、写真、まあ、逸話としては、その、ね、歴史者としての私という作品を残した、写真家というか発明家ということでバイアールはね、有名ですけれども、まあ、実際このね、ミッションエリオグラフィックっていう、政府のね、プロジェクトの中で、こう、写真をこう、撮る機会をしっかり与えられたという部分で、その後ね、バイアールは結構こう、しっかりと写真いろいろ残しているとともに、その功績自体はね、しっかり残っているので、ある意味、まあ、それを知ったときは、すごくね、まあ、バイアールの見方が変わったといいますか、まあ、正直良かったなと思ったわけですけれども。まあ、そんなこともあって、まあ、そんなこともあってというか、まあ、そのね、ルグレーとともに、ミッションエレオグラフィック、始めていたわけですけれども、まあ、実際ね、こう、ルグレー自身は、まあ、さっきね、サロン系の画家の出身ということを言いましたけれども、割合こう、しっかりとキャリアを積んでいったところがあって、まあ、そのミッションエリオグラフィックもそうですし、あとはね、ナポレオン三世の公式の写真家、まあ、要は、宮廷画家じゃないですけど、なんか宮廷写真家みたいな、こう、ノリのね、すごくこう、地位の高い写真家として、随分活躍したんだけど、結局失敗したみたいなね、人なんですけれども、まあ、それとは別に、まあ、自分のライフワークとしてはですね、その森を取った後、今度はね、こういった海に向かっていきます。
このね、海の写真なんかは、まあ、非常にね、こう、有名なのはね、日本の中でもシースケープと呼ばれる、まあ、海景と呼ばれるね、シリーズがありますけれども。ここでもルグレーは、自分のね、実験精神といいますか、そういったものを、こう、積極的にね、こう、発揮して、これね、見てみると、同じ根が、のように見えますけれども、これね、下、同じね、波が映ってます。で、これ、波は一緒だけれども、これ雲のね、状況が全然違うんですね。で、これどうなってるかというと、この波のところと雲のところはね、違うネガを使って焼き込んでるんですね。で、そういう意味で、その頃のコロジオンというのは、やっぱりね、感度が、低いというのもありますけれども、映し込める、ラティチュードがね、また狭くて、まあ、海に露出を合わせると空が飛んでしまうとか、空に合わせると海が潰れてしまうというようなことがあったので、このね、空を中心に露出を描いた、ネガとですね、海を描いたものを取り分けてですね、それを2枚合わせて、1枚の写真にしていたと。だから要は、なんて言うんでしょうね。まあ、ちょっと違いますけど、今までいう HDR みたいなことをね、ルグレーは、この頃からね、1850年代からやってたわけです。ね、だからね、ここ、雲のね、状況が違ってたりして、まあ、特にね、この雲、まあ、海もそうなんですけれども、ルグレーは結構ね、この空の雲の、こう、質感描写にこだわってるところがあって、まあ、そのあたりはね、随分と、やっぱりこう、そのルグレー自身のね、実験精神。その、まあ、一枚のスナップなんだけれども、そこに現れる一つのこう、まあ、ファインなトーンをこう、突き詰めていくというようなところが、こう、非常によく現れてるんじゃないかな、というふうに思います。なので、そういう意味でね、こういったその決定的な、瞬間を、例えばまあこれルグレーの場合は合成したりしてるわけですけれども、求めていくという部分のこう精神性であるとか、そういったものはね、その後の、前回紹介したスティーグリッツの時代とか、そういったところにもね、すごく引き継がれているんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ自身の、まあプライベートワークの他に、まあこういったね、記録の写真、まあ戦争であったりとか、まあ歴史建造物の写真なんかもこう、もちろんね、撮ってますけれども、まあそういった中では、このようなね、スナップ的な要素で、こう構図をしっかり整えたりとか、あるいはね、こんな形で、これね、バリケードができてる写真だったりとかね、この壁が崩れ落ちてる写真なんかも撮ってますけれども、まあ、非常にね、こう、しっかりと、そのトーンを出しながら撮っているという部分では、まあ、この、記録としての写真においても、非常にね、ルグレーの、特徴がよく出てるんじゃないかな、というふうに思います。で、ルグレーはね、なんか結構その、記録として撮ってるものも、割とね、自分の作品として紹介していくようなところがあって、今回はね、ここに入れなかったんですけれども、モナリザのね、こう、複写なんかも、したりしてるんですね。で、それなんかもね、こう何枚かこうネガを変えて、こういろいろトーンを作ったりしてるんですけど、明らかにね、こう自分のこう表現みたいなものがそのモナリザのこう作品の中に見えてきて、すごくね、表現意欲のある、写真家であることがそこでもよく伝わってきますけれども、これだけね、今回ちょっと違う、最後、また違うルグレーの写真集引用してますけれども、こちらなんかは、その、このね、2枚の写真。これをね、パノラマにして繋げたりとか。あとはね、2枚ではなくて、こう、6枚ぐらい繋げたりとかね。こう、すごくこう、大きいパノラマの写真を作ってみたり。あるいはこれなんかは、一回写真を撮ったものをですね、その後その上に、ドローイングを残して、絵にしてみたりと。いうようなことで、その表現としての、こう、写真の役割、あるいはそこ、まあ表現、写真と絵画のね、横断するような、まあ、メディアの、こう、使い方と
というものに対しても非常にね、こう自覚的な人物だったということがよくわかります。ですから、まあ、今回はこのギュスターブ・ル・ブレーという写真家をね、紹介しましたけれども、そのね、やっぱりこう、写真集なんかを見たりしていても、その表現の実験精神だったりとか意欲っていうのはね、非常に面白くて、すごくね、なんていうんだろう、その考え方というか、その時代のこうカメラであったりとか、まあ、写真の感材のですね、特徴をうまくつかみつつ、そこでどれぐらい写真の可能性を広げていけるのかと、あるいは自分の表現をどれぐらい、その写真の中で実現できるのかということをね、こう突き詰めていった作家として、なんかその精神性がね、こう自分にとっても非常に興味深い作家かなというふうに思っています。ですから、まあ、このね、スナップショット的な、この自分の、目の前のこう光景というものを、純粋に追っていくという部分で、今回紹介しましたけれども、やっぱりね、スティーグリッツからさらに遡って、ル・ブレー紹介しましたが、このね、スナップショットという観点から見ても、非常に面白い作家だと思いますので、ぜひね、今回興味を持ったら、検索してもね、結構ル・ブレーの作品いろいろ出てきますので、ぜひね、見てみてほしいなというふうに思います。はい。ということで、GRTV の2回目はですね、ギュスターブ・ル・ブレーを紹介しましたけれども、また次回はですね、こういった形で、こう、スナップショットにまつわる様々な写真家を、紹介していきたいと思いますので、またお会いしたいというふうに思います。ありがとうございました。ライブトレインだと。そう、ライブ、渋谷公会堂でグレーが初めてやるっていうライブに行って、で、まあ当時知らないじゃん、その、うん、まあこの時代、起きてみたいの。はいはい、だから全員やっぱ平等に枚数取んなきゃいけないんだろうなと思って、ドラムを取ろうとしてんだけど、うん、全然照明当たってないの。ドラムだけ照明当たってないじゃんと思ってずっと撮ってたら、あとでグレーって4人組にしようって。それ俺のグレーについての思い出かな。あ、グレーね、うん、でも今話してるのはル・ブレーなんだよね。